はい、ではこの勝負のルールを説明いたします。カーブ選手2名と女子野球選手1名の計3名がチームになり、1人5スイングずつポイントに向けてトスバッティングを行います。内野の2箇所にいる選手がエリア内で捕球できれば1点、外野の3箇所にいる選手がエリア内で捕球できれば2点となります。ゴロでもライナーでもフライでも構いません。とにかくエリア内で取れる打球を打てば得点が加算されていきます。さあ、それではこの勝負に挑戦する選手をご紹介いたします。チーム秋山、床田弘樹、西南高校大西木菜さん、そして坂倉翔吾、続いてチーム菊池、森下正人、広島県立体育高校北村花、そしてチーム菊池新村は野間孝義、呼んでない、バッティング対決に床田選手、森下投手チャレンジ、はい、で、ま、得点圏打率チームトップクラスの野間選手、まず秋山さん、はい、チーム編成いかがですか？そうですね、床田と森下今年本当バッティング活躍してくれて、そのおかげで野手が何人死んだことか面目が潰れてるまあ、それも見せてくれると思います。おお、はい、楽しみですね。そして菊池さん、チーム編成、野間さんが帰りかけたが戻ってきました。ガッツ見せてくれましたね。ちゃんとガム噛んでますかねまあでもこの中で中学院大学2人いますからね。はい、中学院大学総長いい選手を、はい、これからも輩出し続けてくれると思います。ああ、中学院結束力みたいなところ、そういったところも見られるかもしれません。岩井さん、女子野球の方は顔はいかがですか？そうですね、かなり2人の選手、バッティングに定評がある選手なので、かなり期待が大きいかなと思います。わかりました。それでは勝負を始めてまいりたいと思います。チーム秋山のトップバッターは床田弘樹投手です。突然は磯村選手、守備には皆さん迅速についてください。森投手、増田投手、高橋投手、遠藤投手、中村優馬投手、お願いいたします。守備についてください。では挑戦する床田投手にインタビューをお願いいたします。床田投手、セリーグ屈指のピッチャーとしてのバッターということになりますけれども、今日の挑戦、自信のほどはいかがでしょうか？めちゃくちゃ自信あります。床田投手がライバルと、ね、常にお話をされているバッティングの森下投手が相手にいるわけなんですが、あいつだけには負けたくないです。個人的な戦いも含めて、そうですね、僕の方がバッティングいいんだぞっていうのを見せたいと思います。ぜひ証明していただければと思います。よろしくお願いいたします。最終調整で矢蓋の球見てますよね。そうですね、やっぱり実戦の感がちょっとあるっていう、一番近いですね。あと秋山さん、はい、トスに磯村さんっていうのはなかなかこれ効いてくるんじゃないでしょうか？やっぱり彼の性格上ミスすることないですか、トスは。はいはい、そこに投げてくれって言ったところに行きますか？いや、いい配役かもしれません。では、床田さん、磯村さん、ご球勝負になります。お願いします。これバッターボックスから打つわけじゃないですか？バッターボックスがいいですね。そうです、はい、どこ行くの？どこ行くの？どこじゃ、え、何球打つんですか？5球です。5球、はい、ライト、ライト、ライヤーが打つでは、どこ狙いますか？どこ狙いますか？来たコースに逆らわずに打ちます。野手には次です。では床田さん、お願いします。バッターボックスの後ろから入ってきました。さあ、いきます。5球勝負です。まずいった。いやー、ですね、これ0点です。0点です。1球目ライトへ行ってるよ、行ってるよ、惜しかった。3球目磯村さんのトス、はい、おいた、おいた、これで1点となります。さあ、次の方、おい、おい、おい、あと入れない、あそこでエリアか。高橋さんも近いところ狙っていきました。磯村
野さん、ご趣味にちょっと物言いつきましたけれども、ね、趣味も大事ですね。そうですね、あの2人は後で、まあ、特集多分室内で特集でも、アレンがもう多分悲しくて悔しくて多分投げ込んでると思ってくれていいチームですね、もうすぐ合流してもらいますさあ、今の床田投手の挑戦なんですが、外野がキャッチしたということで2点です。2点、はい、床田投手の得点2点ということになりました。ありがとうございます。さあ続きまして、チーム菊池のトップバッター、森下正人投手です。で、トスは石原選手、守備には森浦投手、長谷部投手、松本投手、アドゥア投手、トネ投手、お願いいたしますさあ森下投手、トカ投手からライバル視されているようですが、今の結果を受けていかがでしょうか。勝ちましたもう勝ちを確信してらっしゃるんですね。さあ作戦はありますか。いや、もう手堅くゴロでいきます。それではよろしくお願いします。では森下投手のご球場ということになります。菊池、森下投手を起用してまいりました。さあ行きます。一礼しました。実践さながらバットを投げます。さあ行きます。どこから守りどこか名手長谷部も及ばずこれやばい。実はチームとして何か低い打球という方向性があったかな。かなり決定されすぎてるようなこれ余裕持ちすぎた。意外と難しい。自信の方はいかがでしょうか。いや、頑張ります。自信たっぷりということでよろしいでしょうか。はい、それでは行ってもらいましょう。さあ参りましょう。北村花選手お願いします。石村智樹さんがトスを上げています。まずは初球
2球目セカンド狙う。おね。ナイスプレー。センです。おセンター、アズセンター行く。アズアドバさんが動いてましたね。うちのキャプテンですからね。さあここまでなんですが、はい、チーム菊池北村選手の得点は3点ということになりました。はい、さあ現在の得点まとめておきますと、はい、ここまではですね、チーム秋山が6点、はい、そしてチーム菊池が5点ということになっております。わかりました。さあ最後のバッターのそれぞれ登場ということになります。続いてはチーム秋山最後のバッター坂倉選手の登場です。坂倉選手お願いします。さあ坂倉さん、1点差の好ゲームということになりましたが、はい、野間さんが睨んでるんでこのように終わります。もうジャパンも経てということになりますので、野間さんがかなり鋭い格好で見てますね。あれは無視です。もう作戦かもしれません。あ、弱いです。では自信のほどいかがでしょうか。はい、頑張ります。はい、ではお願いいたします。いや、この野間選手の感激の前にすると、あ、何か耳打ちがありました。いや、これ秋山さん相当プレッシャーでしょうね。これはそうですね。今もやっぱり一番実践から近かった男ですから、はい、小園がいない分今日頑張ってもらいます。頑張ってもらいましょう。では5球勝負お願いします。はい、よく監督も大丈夫だ。前に乗せてコスが悪い。おぉセカンド、いいね、アツシ。坂倉さん、今のプレーいかがですか。首です、首。首になってしまいました。さあ続いて任せの江藤さん、お後ろ、はい、お、ナイス、逆シップ。1点差の好ゲームということであったんですが、まあ、終わったことはしょうがない。ちょっと野間さんかなり気合い入った顔がさらに気合い入った顔に見えるんですけれども、あのこちらの気合ではどうにもならないこともあるので、守備側も気合を入れていかないといけないと思います。守備の方もということですね。遠藤もう一回エラーしようということで、遠藤さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあということで、チーム秋山坂倉選手の得点は0点ということでした。ということで、はい、野間選手は何本、1本、外野に1本でいいでしょ。1点で、はい、1本でもさよなら。そうですね、外野の1本でさよならです。で、はい、内野の1本だと同点なので、同点、引き分けということになります。2点以上取れば勝利ということになります。1本も並べなかった場合は敗退と。敗退です。これプレッシャーです。5万にかかってますから。さあ野間選手、あと2点というところですが、意気込みの方いかがでしょうか。外野のアドバイノーマンで行ったら勝ちってことですね。勝ちです。そういうことです。はい、目つぶってるだけでもかっこいいですね。まあ目つぶれよ。まあ目つぶれよ、お前絶対もらたねえんだよこれ。逆に今年1本も見てないホームラン入ったらなんでもらえるんですか。ロンティーで、ロンティーで。ホームランは3点くらいいきますよ。ホームランは3点でどうですか。ホームラン3点。ホームラン3点。ホームラン3点です。ということに今決まりました。ホームランを狙うのか。おっと、野間さんがちょっとベンチに下がります。ただね、やっぱり、ね、脇腹をやる恐れがあるんでね。お、そのグローブはどういうことでしょうか。ホームランじゃいいんでしょ。ホームラン
情がなくなりました。お前目つぶってホームラン打てんのか。頑張れ。さよならホームラン見たいですね。頑張れ。ライトポール狙うんだったらカメラさんちょっと止めてもらって。カメラさん危ないですよ。すごいの飛んできます。カメラさん危ないです。カメラさん危ないですよ。もうちょっとまっすぐなるフォーメーションを一番近いところに直してあげて。弱点さよならホームランになるか。お客さんも気をつけてください。台本とは違うルールで進行しております。どうかライトいった。ライトの打球は惜しい。出てくるね。2球目です。ああ普通に外野行った。どうかな。ポイントを前にしてファールだ。惜しかった。ガッツポーズ。さあ3球目。ああバッターに取れました。打球に上にご注意ください。さあ4球目。どうだ。エリアがいるか。惜しい。これはね、どっち行こう。どっち。ホームランか、もう外野の2点かって宣言して。あ、今ホームラン狙いに行ったんですけど。左肩もう出てたよ。出終わってたよ。では、スタンドから野間コールが聞こえてまいりました。野間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 。というわけで野間選手敗退。チーム秋山のこの回の勝利ということになりました。ありがとうございます。野間選手いかがでしょうか。ちょっとコメント。来年もあります。すいません皆さん。菊池さん改めて野間選手チャレンジは見事だったんですが。原稿です。原稿に入るんですね、はい、これね。今日までが仕事なので。そうですか。そして秋山さん、はい、確実に総合力で勝ちましたね、チーム秋山。そうですね、彼の本当に単純なバッティング見たかったんですけどね。あの遠藤と坂倉がちょっとあれだと思うんで。だもんね。どうもありがとう。さあ改めて結果を発表いたします。チーム秋山、はい、6点、チーム菊池5点ということで、2番勝負バットコントロール対決はチーム秋山の勝利ということになりました。おめでとうございます。今谷さんはご覧になってプロの技を堪能したんじゃないですか。そうですね、やっぱり技術的に素晴らしかったですね。はい、特にこの選手のここを見ておおと思ったのはいかがですか。野間選手 の、 気持ちの強さですね。今井さん、ちょいちょい肩通りの振りして挟んできますよね。というバッティングコントロール対決でした。続いて最後の勝負に参りたいと思います。3番目の勝負は